はい、とスーパーロボット対戦 Z 実況プレイパート290やっていきましょう。今回第24話進めてまいります。ハードで進めていくからやっぱ結構ね、敵も強いんだけども、資金たまらねえ金がね、ここは T4 も強制的に使えなくなっちゃうんだよね。あら、マジンガー参戦だからマジンガーもちょっとは鍛えたいんだけどね。金かかるなぁ。じゃあ、グローマと、いけんでいっか。いつも通り。たまには他の戦艦も使えって思われちゃってるかな。あ、ちょ、たま。君。ディバイダーの方がいいね。で、この機関を時間稼ぎするんだけど、この辺の3ターン以内に他の敵すべてを倒し、最後に毒前機を撃墜すると。 OK。 攻める。で、進行まで何もかなかな。はい、っか。
乗っちゃった。こうか、空中を攻撃できない。アプリ頑張ってる。ここに登っとんねんってな、怒られそうだ。ミルバーシュならやれんじゃね。あ、さすがにね。火の数による威力減衰的なやつで倒せませんでした。ここから強くなるだろうな。
この辺はねまだまだ通用しますね。一応一通り3段階ずつ強化するようには今目指してるんですけどね。なんか1周目とか2周目だとそんな強化したこともなかったような機体も今回強化することになってるから結構お金かかりますね。打撃結構伸ばしてるんで、できれば節子は打撃でね使いたいところ。一番 HP 減ってるやつに最大火力が出ちゃった、もったいね。他に1万削り切ることないと思うけど、一応攻撃順番考えよう。届かんだろうな。あ、間違えた。あー、体験しちゃった。じゃあこれで。よし。とりあえず。SR 達成。
ね、プールの中に巨大ロボットって定番なんかね。叩き潰してくれ。そいつをもらうわけにはいかねえな。大井くん、慣れてないなんて言うなよ。わかったぜ、哲也さん。ブレストバーン、ブレストファイヤー、ダブルバーニングファイヤー、ご覧に対して申し訳ありません。援軍登場、これらを潰せばここはクリア。僕も何もねえもんな。効果ゼロだもんね。神話できない。あ、まあでもさすがに強いやん。バルディオスの攻撃範囲困るな。何も考えずに攻撃しちゃったけど。こっちも食らうな。めっか。多いな。そこに立つな。射程が。はい。うん。発進。頑張れ。全員で攻撃してやっていきか。
ッケー。よいしょ、あ、微妙に倒しきれないんだよな。グランナイツの諸君、合心せよ。よっ、パリねー、金は稼がせてもらう。えい、よし、いいね、今回ワンパートでサクッと終われた。はい、というわけで資金25万少ねえなー。まあ、とりあえずゲッターチームが加入したので、またゲッターチームもね、また強化して、運用できるようにしておきたいと思います。OK で、次第25話では飛行機を仲間にするイベントがあるんでね、それも忘れずに消化していきたいと思います。はい、では、スーパーロボット対戦 Z を実況プレイのパート290、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てるなー。